人1万円分春服コーデー、イエーイ。3日です。ためになるなるなるです。今回ザラで1万円分の春服を購入してきました。って言ってもザラは結構プチプラっていうより結構可愛いものがドドドドンとたくさんある、うん、海外っぽい感じ、ね、そう海外ですから、うん、どこのか知ってますか。スペイン。正解。本店スペインって時になんかすごいでっかいザラがありましたね。あ、そう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 、うん、ということで今回はもう日本でも大人気のザラで1万円分春服を紹介していきたいと思います。じゃあ今回はなるから。お、私が選んだトップスはこちら。あ、めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いね。人気らしくて、カラバリはね、これ私がそのお店で見たのは水色がありました。襟が大きくなっていて、ひもリボンになっております。素材が、あのこっちとこのブラウスっぽいやつで違くて、しかもここはフリンジになってるんですよ。ほんとだ。で、後ろもここにフリンジがついてて可愛いです。なんかドッキングみたいになってるんだね。そう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 。可愛いな。色はやっぱり華やか。超可愛い。春はなんかこういう明るい色でチャレンジしたくなりますよね。超可愛い。これいいの。これまだ水色あるの。ちょっと見に行こうかなって感じ。可愛い。それではボトムスいきます。今回は私スカートじゃなくてボトムスを選んだんです。うん、このブラウスが結構お上品。あ、待って、スカートもボトムスです。スカートもボトムス。トップスボトムスってあの 下って意味なんで。あ、そうか。下半身って意味なんで。パンツ。そうですね。あ、そう、下半身を。はい、下半身は。ボトムスはこちらを選びました。ジーパン。ジーパン。まあ、いろいろこのトップスと当ててみて、うんうん、春っぽい爽やかなのが出るのってこちらかなと思いました。薄めのね、はい、サイズちょっと心配って感じ。うん、なるね。試着怖くて。怖かったの。試着は怖くてあんま試着できないな。どういうこと。試着ルームにどんな恐怖を覚えた体験があったの。なんか大体お店でさ、試着室に入るとさ、めちゃめちゃさ、買わなきゃいけない雰囲気。なんない、なんない。だから試着しなかったのですごい心配なんですよ。でも買ってるんだったら試着すればいいじゃん。結局買うんなら、同じ買うなら試着した方が安心じゃない。そっか。じゃあちょっとこの後下下半身露出の可能性があるってことですか。下半身露出かすごいブカブカ、どっちかだね。ということで私はこちらの2点合計が7980円でした。おー。じゃあ着替えてきます。わ、絶対あると思う。楽しみ。着替えてきますとか言ってくれ。じゃあ行ってらっしゃい。怖すぎる。大丈夫かな。サイズ着替えました。おー、いい感じ。そして、お、よかった、着れてる。もうあのね、着れてるとかもうあれですよ、すっごい良くて。あ、よかったよかった。もう拳入るんですけど、色合いとしてはなんかすごく春っぽくて、あ、よかったって思いました。なんか自分その同じ、この、うん、なんかこのペーンっていう自分にあんまなれないんだけど、めちゃめちゃ可愛いよ。なんかピクニックとか行ってほしい。確かに。ちょっと行こう、ピクニック一緒に。漏れなく私がこれを着て、カゴ持って、サンドイッチ作ってもらって。こんなコメントみんなもう行きたいってなるよ。なんかすごくやっぱりスカート合わせなくてよかったなっていうのはすごく思った。なんかラブリーすぎちゃうもんね。そうそうそう。なんかすごくカジュアルな感じだけど女の子らしさもあるみたいな感じに仕上がったのですごく良かったし、やっぱこのパステルのグリーンってすごく春っぽくていいなと思いました。で、私的にちょっとクリームソーダとかメロンソーダっぽいなと思ってなるに桜桃のアクセサリーつけてもらいました。めっちゃ怖くない。うん、なんかすごくあのここが飲み物で、ここがトッピングのやつ。めっちゃいい。はい、それでは私のコーデなんですけど、
私も実はパンツコーデになってるんです。たまたまね別々で買ったんですけど、うん、私はパンツコーデになっています。でちょっと春らしくこう明るめの色で私も揃えさせていただきました。それでは行ってみましょう。それではまずトップスいきたいと思います。トップスはデデデン、淡いブルーのじゃじゃん、シャツのチュニックです。あー、あったあった、はい、かわいい。なんかちょっと今流行ってるチュニックなこう、うんうん、ちょっとこう広がりのある感じ、うん、はい、を選んでみました。この袖の部分がこうまくられてる形になっていて、うんうん、なんかそれもすごい可愛いなっていう、うん、ここのウエスト部分がねなんかこうギュッてできるのよ、うんうん、だからちょっとここはなんだろう、華奢見えするのかなっていうのと、うんうん、下のひらひらの部分がなんかティアードスカートみたいになっています、うん、だからこの1枚で結構華やかに見える、うん、普通のシャツよりもなんかこう工夫がされてて華やかに見えるのかなと思って選びました。やっぱ水色好きだな私、うん、そしてここに合わせるボトムスがこちらです。おじゃじゃん、うん、ホワイトのボトムス名前はない。で私なんでこれを選んだかっていうのがすごいね重要な部分がありまして、うん、これ私なるみたいなあのこうタイトめのズボン履けないんですよ。なぜならお尻がでかいから。私結構ズボン選びうんっていつもなっちゃうんですけど、うん、これはウエストがね後ろゴムなんですよ。だから結構余裕があったり逆にパツパツでもなんとかなるだろうという、うん、こちらの2点を合わせてちょっとこうマリンルックっぽい、うん、コーデに仕上げてみました。こちら2つ合わせて9580円でした。ギリギリの1万円。はい、じゃあこれを早速着ていきたいと思います。着替えました。じゃ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 ーん、イエーイ。はい、こんな感じの服になりました。かわいい。でやっぱりこう一回キュッてなることによってちょっとね、うん、スタイルよく見える気がします。肌露出もそんなにないので今一個開けですけどこんな感じです。爽やかね、色合いもいいよね。これもうしっかりここ締めちゃってもいいですよね。しっかり締めた方がなんかお上品かも。はい、というわけでザラのコーデ完成しました。いや、2人ともなんか春らしい色合いですごいいい感じ。どうしよう、待ってください。何ですか。あ、今カメラのモニターにいるおしゃれな人たちって誰ですか、はい、あれ、なんかさっきまで芋娘が2人いましたけど、あれさっきまでアゲーだった人がやっぱデザインがすごく可愛いなっていうのがやっぱザラの見どころかなって思いました、うん、ザラはさ結構新作とかもね結構大量に出るので皆さんもぜひチェックしてみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。4月9日から2021年サンリオキャラクター大賞が始まりました。こちらは5月24日まで誰でもウェブやショップでキャラクター投票をすることができます。みんなの力でミュークグドリーミーのミューちゃんを少しでも上位に、一緒に応援よろしくお願いします。いちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。